連合軍の活躍によりゼウスは復活、全世界を救う道筋がおぼろげながら見えてきた。オロチを倒し、彼の力が込められた腕輪でオーディンを撃つ。そのためにはゼウスの武器ケラウノスが必要だった。連合軍はケラウノスを奪ったロキのもとに向かう。ロキ、かつてのペルセウスに真田幸村は未だ猶予を感じていた。だが手を抜くことはない。譲れぬ信念のため幸村はロキとの戦いを決意する。幸村、お前はロキを友と呼んでいたな。今もその思いに変わりはないのか。はい、ペルセウス殿として過ごした時間のすべてが偽りだったとはどうしても思えません。戦いの中で芽生えた信頼感も、時折見せられた悔しげな表情も、ロキ殿としての真実があったと信じています。ほう、その友を討つことにためらいはないのか。譲れぬ信念があればぶつかり合うのは必定。友であればこそ私の信念を伝え、またロキ殿のお覚悟を図りたいのです。なるほど、幸村、お前は本当に強いのだな。兄として誇らしい。オタクラの戦いはただの一対一じゃない。熱い信念と世の太平がかかってるってことか。ロキもそういう思いだといいんだけどね。良いのです、私が伝えたいだけですから。では参りましょう。ゼウス殿の武器を取り戻すために。ケラウノスを取り返しに来たか。全軍迎え撃て。ロキ殿、またしてもあなたと我が闘志、受け止めていただきます。敵の構え、どこかで見たな。信玄謙信の戦略で腕輪を奪われた時と同じだね。全く同じでしょ。それじゃあ策は突き抜けだけど。ハンベイでもそういうことか。となれば宗則様は南から進んでください。例によって伏兵がいるからご用心。伏兵がいるねえ。先に言われたんじゃどうにも閉まらないよ。お次は俺たちが伏兵に気を取られてる間に別方向から本陣に奇襲つけとこかな。ってなわけで敵の奇襲部隊を待ち伏せします。芝生さん、兵を伏せて待機してて。ああ、わかった。サジ、トーガイ、行くぞ。さあ、これでどう？カンベイ殿の誘導には、きっちり乗ってあげないとね。貴殿の腕前、ほれほれいたす。なんと無様な。貴様はここで口当てろ。まんまとここを通ったか。慌てふためくがいい。おっと、こいつはびっくりだ。なんて、しらじらしかったかな。なに、不平を見抜いていたか。敵の不平に気を取られた隙に本陣をつく。別動隊出よ。みんな、私に続け。よく終わりました。行ってくるわね。
伏兵と奇襲。しかも兵の数が随分少ないな。勝つ気なしというより俺たちに勝たせようとしてるって感じだよね。見破られていては勝ち目はない。ここはもうおじさんだけで大丈夫だよ。あしらさんの救援に行ってやってくれないかい。よう、奇襲ご苦労さん。せっかくだが邪魔させてもらうぜ。はあ、どういうことよ。ちょっと勘弁さん、副兵いるんですけど。なんてね、私もそれなりに頭はいいのよ。兵士も多めに連れてきちゃってるし。うわ、思ってたより大群。お願い、手を貸してあげて。ガッキちゃんが大変や。うちが低下してる。待っとってや。手のかかるがいいんだ。だがここで本を売っておくのも悪くない。やったね、君がいればやっぱ楽できる。一緒にダッキちゃん助けてくれて大きに。紹介のおっちゃん案外優しいんやな。私はおっちゃんではない。それと本を売るのは芝生殿へだ。うちを騙したんか。大気な子鬼悪魔。紹介にしてはやるな。これで邪魔な奴を消しやすかった。手の得たが勝負。あいやつを粉砕してやれ。粉々に噛み砕いてやる。抜けてよ。くっ。さすがのお働き。俺の出番はない方向で。わしと共に来ないか。かしこまりました。北と南の戦線はこっちが優勢、残るは中央。でも真田兄弟に任せておけば心配なしと。我ら兄弟の絆で敵を打ち払ってみせましょう。可憐な少女や表なめとったらいてまうで。かわいい少女になりさらすね。俺が寝てられるよう頑張ってくれて。で違う。敵は我らの策を防ぐため兵を割いた。本陣の守りが薄い今が好機。なになに、本陣を攻めりゃいいってこと。じゃあ行ってくるぜ。受けて行くぞ雪村。兄上、真田の戦我らで示しましょう。敵将我が前にひれ伏した。紹介だ。この時間あなたに助けられる。いえ、礼は言いますよ。一応孫悟空が敗れては我らに道はなし。清盛殿、火星に行かなくてもよろしい。火星に出てきた我が愛を愛を言える清盛殿。飲めてるぜ。さすがは清盛。いや、少し甘く見すぎた。運命殿気づかれちゃったか。じゃあ全軍中央の敵へ進軍開始。君の鈴、我が愛が頑強な壁を全てを跳ね返してくれる。ちょっと
なかなか。あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。さっきの懐に入り込み撃つ機会を狙っていたと紹介だ。よくぞ辛い任務に耐え抜かれた。まあ私にとっては大したことはありません。面倒だ。芝生と王の方でした。アンブ、思惑通り動いてくれたこと感謝せよ。いやだな、そんなお互い様だって。官兵衛殿のおかげでこっちも楽できたしね。無能どころか有能だった。俺に踊らされる器ではなさそうだ。稽こそ天下無双の将と言えよ。これが人間の力か。もはや戦いを避けることはできないだろう。そろそろ本気で勝負といこうか。起きた。参ります。
私と共に来ないか。かしこまりました。切り伏した。